ジャン・エティエンヌ・リオタールによる、肖像画、第2代クランブ・ラシル伯爵ジェームズ・ハミルトンは、アイルランド王国出身の貴族、政治家、トーリー党所属。初代クランブ・ラシル伯爵ジェームズ・ハミルトンと、ヘンリエッタ・ベンティンクの息子として、1730年8月23日に、生まれた。 1755年から1758年までミドルトン選挙区の代表としてアイルランド庶民院議員を務め、1757年にラウス県長官を務めた。1758年3月17日に父が死去するとクランブラシル伯爵位を継承、4月10日にアイルランド貴族院議員に就任した。同年から1798年に死去するまで、 ラウス県総督を1769年から1798年に死去するまでラウス首席治安判事を務め1766年7月4日にアイルランド数密院の数密顧問官に任命された1768年イギリス総選挙でヘルストン選挙区から出馬して無投票でグレートブリテン庶民委員議員に当選議会では与党を支持する投票をしたが 演説の記録はなかった。首相のノース教、フレデリック・ノースは、アイルランド総督の初代ハーコート伯爵、サイモン・ハーコートへの手紙で、政権の力を借りずに、庶民院に入り、引き立てを求めたこともなかったが、庶民院会議に、工場的に出席し、常に政府を支持したと、クランブラッシュル伯爵を称えた。1783年2月5日に、 聖パトリック騎士団が創設されると、同年3月11日に、定員15名のうちの一人に選出された。1798年2月6日に、タリーモアで死去、後継者がおらず、爵位はすべて廃絶した。1774年時点で前歯をすべて失っており、その年にしては老けて見えたとする形容があった。1774年5月21日、 グレースフォーリーと結婚した。ありがとうございます。